はい、やってまいりました。前田工房のクラフト万歳ギターチャレ237日目でございます。はい、今日も自宅です。今日はですね、まあ、引き続きですね、ブルノマズのザ・レイジーソング、と綾香の三日月、この2本立てで、練習していければなと思っております。なんですが、先にちょっとお知らせを、したいと思います。多分おそらく今日でこのブルーノマズのレイジーソングは終わりにしようかなって思ってます。これはちゃんと覚えていくというと、あとそのバレエコードのね、この僕の苦手分野の練習になるということで、これも練習材料に入れていきたいなと思ってますので、これも引き続き練習していきます。で、綾香の三日月に関してはまだまだちょっと練習不足ということと、もうちょっと頑張りたいっていうのもあるので、引き続きやっていきます。それに伴い、もう一曲練習する曲を作りたいなと思ってるんですが、ここでね、数少ないこのギターチャレ視聴者の方々にちょっとね、もしよろしければ次こんな曲を弾いてほしい、あの難しい簡単もう関係ないです、もうそんなの気にしないでいいです、この曲を僕に弾いてほしいというね、こんなリクエストがあれば受け付けます。そして僕はそれを練習したいと思います。はい、ちょっとね、ぼちぼちそんなリクエストに応えるなんていうね、レベルの高いことに挑戦してみたいなと、はい、思ってますので、ぜひともコメントの方にこの曲やってくださいね、どしどしとコメントしていただければと思います。よろしくお願いします。はい、というわけでね、早速練習していきたいと思います。まずはブルーノマズレイジーソングからいきたいと思います。もうね、コードは全然完璧なので、一応おさらいしていきましょう。綺麗な音を出す、どういう持ってき方をすればいいんだ。
で、ちょっとまた原曲とやりたいんですけど、弾き方をちょっとね、っていうのも、眠いんです。もうとんでもなく眠いんです。もう今すぐ寝たいぐらいです。
やばいな。でもこれ続けてればもうちょっとバレエも上手なんじゃないかな。このコードチェンジですね。でこれもこれは練習していきましょうね、はい、さあというわけでめちゃめちゃ眠いんですけど、てか今ちゃんと喋ってたのかな、それすらもちょっと今危ういぐらい眠いです。でもやります。彩香の三日月でございます。もうちょっと寝気がするんだよな。爪切っちゃったな。
ばもう眠すぎて忘れちゃったやばい。なんだっけ、やばい、わかんなくなっちゃった。っていうか、眠すぎてやばい。ダメだ全然今日だ、眠すぎてもうコードが思い出ないですね、やば。ちょっとこの眠い中真剣に弾いて弾けるところまで行ってもう分かんなくなっちゃったらもう今日終わりにします。全然ダメです、眠っ。終わります全然ダメだ今日、もうほんとすいません。これやってほしい曲だなんて言ってる場合じゃないですね、これはまずい、問題だな。いやダメ、ちょっと飲むの、飲むの飲んでちゃんとやろう。ダメ、そんなの許されない、頑張ろう。
います。ひどい、ひどすぎるけどね、もう見てください、もう目がね開かないんですよ、もうないんですよ目が、本当に ひどい。まあちょっとね、連日夜中が続いてしまったのと、ちょっと今日は、朝が早かったもので、ちょっと今非常に眠いというあれですね。まあこんな日も久々にあるでしょう、寝ないだけマシだったと思います。今日は練習終わります。無理はしない、はい、眠い時は寝る、終わります。こんなね不甲斐ない私ですが、チャンネル登録の方何卒よろしくお願いいたします。実はですね、チャンネル登録者数ちょっとずつ、あれ2人ほどまた戻ってきたんじゃないかなみたいな、はい、現在183人でございます。もう180と184、183、もうこの辺りも右往左往しております。はい、なんとかね200人目指して頑張りたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、いいねやコメントも待ってます。それでは今日の練習終わりたいと思います。また明日も頑張ります。さようなら。